子供の入院しすらも支払えないほどお金に困っていた時期があるという東野。東野はデビューして間もなくダウンタウンファミリーとして様々な番組に出演し、順風満帆な生活を送っていた。しかし、ゴッツのメンバーには選ばれなかった東野。そこから仕事が減っていき、収入もかなり下がっていった。そしてそのタイミングで娘が全息で入院することに。お金も仕事もない東野は追い込まれ、最終手段を取ることにした。その最終手段とは、競馬。 うまくいくわけないでしょってのが普通やと思うけど、アホな旦那と嫁やから、頑張ってきて、手送り出されて、全身全霊で競馬やってた、と当時のことを語った東野。しかしこれが成功し、7万を27万に増やすことができたのだそう。この経験を経て、初めてちゃんと仕事をしなければいけないという自覚が芽生えた東野。そして芸人として成長した東野は、板尾の活動自粛もあって、ホッツのレギュラーを獲得。不動の地位を築いていった。